い、おはようございます。松屋神もやったから天屋神もやろうと思います。あー、天屋好きそうな体型してるねって言うなよ。天屋の天丼ってうますぎるんだよね。私タレも持ってるもん。昔は500円だったんだよ。今540円になっちゃったけど。で、天丼で天屋を超える店ってないから、他の外食行って天丼がメニューにあっても一切頼まないもん。天丼は天屋が最高峰だから、他の店でわざわざ天丼食う必要ない。水曜日ポイント2倍。普通さ、スタンプカードって500円で1ポイントじゃない。300円で1ポイントってただでさえ神なのに、水曜日ポイント2倍、もうすぐ貯まる。で、普通の天丼買うと540円なんで、大盛りかイカとか白身魚とかなんか足して600円台にした方がいいっすね。600いくらだともうポイント4つつくから。もし水曜日に絞って買ったとすると、約2000円分買えばもう500円割引なんですね。値引き率 25% っす。そんでね、大晦日の年越しそばの天ぷらあるじゃないですか。あの時もこれたまるんですよ。ここ3年くらいもう年末は天屋の天ぷら買ってるけど、もう一回買ったら全部埋まる勢い。次、チラシにイカ無料券ね。これこれ。多分新聞撮ってる人はチラシにこれが織り込まれてることあるし、持ち帰りで買った時にたまに一緒に入れてくれる。これにイカ無料券と50円引き券がついてんのよ。もう忘れないようにすぐ切り取って財布に入れてるけど、これこれこれ。私、てんやではさ、エビよりイカが好きだから、これもう神。嬉しい。常にホームページにクーポンがある。公式サイトに24時間365日50円オフのクーポンあるんで、みんなが気づいてないだけで、天丼は常に490円です。てんやクーポンでググったら出てくるで。これ見せるだけで OK。でさ、チラシについてるこの券もそうなんだけど、すごいのが、これ1枚で6個まで、適用できるの。弁当3つ買ったとするじゃん。全部にイカ乗せられんの。どれか1個だけじゃなくて全部。マジ太っ腹すぎん。神。待ってる時にお茶くれる。弁当買って出来上がるまでこう店の中で待ってるじゃないですか。絶対お茶くれるんですよ。季節の変わり目は冷たいのか温かいのどっちがいいか聞いてくれる。優しい。てんやの日がある。毎月18日は語呂合わせでてんやの日なんですけど、前は三級天丼っていうのがあって、390円の天丼があったんですよ。それが2年くらい前に廃止されたっぽくて、今は上天丼が500円で買えますよと。本当は690円ね。でも390円なくなって、お祭り感はなくなったよなーって感じはする。なんだけど、このてんやの日に天丼買うと、100円引きクーポンもくれるんですよ。中で食べても弁当でもどっちもくれたと思う。だから500円で上天丼食べれて、実質400円っていうね。エビ2個食べれて、実質400円。ほんと太っ腹で神。この100円引きクーポンの使用期限が1ヶ月ぐらいだった気がするんで、また来させようってやり方がうまいね。ジェフグルメカードが使える。これジェフグルメカードって言って金券ショップに売ってるんですけど、500円分を475円で買えるんですよ。で、これお釣りが出る金券なのね。だから常に 5% 引きで買えますよと。私金券ショップハマっとって、金券についてはまた別の動画で詳しく話したいと思いますけど、これと水曜日ポイント2倍を組み合わせたらもう最強っすね。揚げ玉がもらえる。これほんと美味しい。弁当買うときと、あと中で食べたときもかな？買うときに揚げ玉くださいって言えばくれます。前はね、10年くらい前は、もう店頭に置いてあったの。ご自由にお持ちくださいって。で、やっぱ、揚げ玉も、てんやが一番美味しいんですよ。てんやの揚げ玉食うとね、スーパーで売ってるまがいものあるじゃん。あれがクソに覚えてくる。私、スーパーのあれ本当に嫌いなの。だからね、弁当1個買うじゃん。スタンプ貯まるし、ジェフグルメカードで支払えるじゃん。で、揚げ玉ももらえるってなると、家で冷凍うどんとかそばにこれをぶち込んで食べれば、もう540円で3食分とか4食分になるわけ。私の統計だと、この一袋でそば3食分くらいなんで、めちゃめちゃコスパがいい。本当に貧乏人の味方だと思う。そんで私、弁当1個買ってさ、
すげえダメ元で、もし OK だったら、揚げ玉2個欲しいんですけどって言ってみたら、多分弁当1個につき1個だろうなと思ったら、あ、全然いいですよ、みたいな感じだったんで、2個くれて、私めちゃめちゃ飢えをしのげたんですけど、あんま良くなかったなと思って、2個くださいって言うならやっぱ、弁当2個買うのが筋だよね。反省してます。でね、前の鶏天丼がめちゃくちゃうまかったんですけど、終わっちゃって2回くらいしか食べれなかったんで、このね、紅生姜の天ぷらはマジ革命だった。私別に紅生姜好きじゃないんだけど、あれは、すげえ美味しいと思った。新食感、新感覚。鶏天丼はもうレギュラーメニューにしてほしいっす。てんやうんちく。実は、ロイヤルホストとてんやは同じグループで、大元の会社が同じなんでございます。ロイヤルホールディングスね。あと、シェーキーズとかね。これね、インベスター Z に書いてあって、面白いし、勉強になるので、ぜひ読んでみてください。上白先輩が可愛いから、ぜひ読んでください。でね、声優の小野坂まさやさんがね、今はニューヤングさんですけど、昔、ラジオで、てんやがね、もうとにかくてんやの天丼がめちゃくちゃ好きだと、神の食べ物ってずっと言いまくってて、そしたらてんやの社長から事務所宛てに、青鬼プロダクション宛てにお食事券がいっぱい送られてきたんですよ。もう味もめちゃくちゃうまいけど、社長も神だっていうね。これはね、ラジオ聞いてたファンがてんやのご意見フォームとか、お店のアンケートとかに書いて、社長が知ったって感じなのかなと思うんですけど、すっごい素敵だなと思って。で、余計なお世話なんですけど、このチラシに、蕎麦と天丼セット、うどんにもできます、冷たいのかあったかいのか選べます、なんかミニ丼もいろいろあります、みたいな感じで、なんかすごい種類が多いんだけどね。そもそも炭水化物オン炭水化物はやめた方がいいんじゃねえのって人生で思ってるのと、メニューを丼だけに絞った方がいいんじゃねえかと。メンタリスト DAIGO さん、今炎上してますけど、の本にも書いてあるんだけど、人って選択肢が多いと迷うんだよ。で、前、ホリエモンも吉野家が失敗したのは、メニューをね、牛丼もカレーも唐揚げも女性向けも何でもかんでもやったからだよ。みたいなことを言ってて、確かにそうだなと思って。前も選択肢がない方が人生楽って話をしましたけど、自分が客側だとさ、確かにそんなにいろいろいっぱいあっても迷うんだよね。だから吉野家だけじゃなくてさ、巷の飲食店ってメニュー多すぎだと思わない？ 5 個くらいでいいんだよ。チキンカレーとポークカレーとビーフカレーと野菜カレーとカツカレーみたいな。つうわけで、麺類をなくして、丼物だけにしたら、どれくらい売り上げが変わるか、てんやにはぜひやってほしいっすね。デメリット的な。ただね、このポイントカード使えるのって、持ち帰りだけなんですよ。まあ、中で食べてもいいなって思う人も、ポイント2倍なら、持ち帰りにして食べようかなってなるじゃないですか。だからゴミが増えるんだよね。まあ、確かに店で食べるのもポイント貯まっちゃったらもう、慈善事業みたいになっちゃうけど、それはなんかうまいことできないかなって、その容器を洗えて何回も使えるようにしてさ、どこの店屋に返してもいいみたいな。店屋で働いてるフォロワーさんがいて、店屋で働きながらプログラミングの勉強してますと。それすげえいいなと思って。店屋でバイトしてたら、食費浮くやん。腹持ちいいから、多分食べたら10時間くらいお腹空かないやん。で、たまに来る揚げ物食べたいっていう欲求を適度に満たせるやん。家で揚げ物するとめんどくせえのよ、片付けが。もう油の処理めんどくさくてさ、1ヶ月前くらいに唐揚げやった油、そのままフライパンに入れたままだもん。処理すんのがめんどくさくてさ。だから目玉焼き作りたくてもそのフライパン油入ってて空いてないから、すげえストレスでさ。で、100均でこういう紙アイテム売ってたの知らなくて、もうゲットしたんで大丈夫です。いくら安くても腹持ちが悪かったら意味ないんすよ。パンとかね。で、その点、松屋とてんやは、安いし腹持ちがいい。で、松屋はキャッシュレスが全部使えるんで、まあ、毎日何かしらキャンペーンで、まあ、5%オフで買えたり、基本的に安く買えるんですよ。で、てんやは現金主義だけど、永続魔法がすごくて、揚げ玉のおかげでめちゃくちゃブーストするって感じですね。